さんじゃあなんで参加しないしない参加しないで億万長者になれますはい。じゃあなんであなたは今億万長者じゃないんですかあなたはなんで億万長者じゃいないんですかと別に商品も買わなくていいと、塾に入らなくてもいい、コンサルに受けなくてもいい、合宿に参加しなくてもいい、稼げますよ。別に何も買わなくても稼げますよ。じゃあなんであなたは稼げてないんですかなぜあなたは稼げてないんですかはっきり言って あの僕は17年前からネットやってますけど、今っていうのは環境もデバイスも全部揃ってます。情報も揃ってます。だから別に何も買わなくても稼げます。マジで。17年前はなかったです。本当に。デバイスもなかったし、情報も少なかったです。環境もね、今なんか光でしょ ?5G も出てきましたし。17年前の環境と今の環境全く違いますよ。運命の差。もう天国と地獄みたいなね、もうそ,のそれぐらいの差があると思います。だから今は別に稼げるんですよ。 はっっきり言って僕は歴史を見てきました。じゃあ何で稼げてないんですかこれだけ情報があってこれだけなんかデバイスもあるしテクノロジーも進んでるのに何で稼げないんですかで逆にそれを問い詰めたいですね。なぜ稼げてないのかいってらっしゃい。